こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市のですね、三島町にございますフレグランス三島のですね、1階部分、店舗の部分をご紹介させていただこうと思います。早速ね、私現地来ておりまして、今回見ていただきますお部屋がまずはこちら、このスペースですね。こちらから向こうまでずっとあるスペースのお部屋が1部屋です。それから続きましてこちらですね、このシャッターの部分、こちらも1部屋、奥のシャッターの部分も1部屋となっております。こちらの物件なんですけどもね、立地的に言いましても非常に天理の中では、人気の立地といいますか、非常に人通りや車通りの多い立地になっておりまして、まあ、医療関係のですね、テナントとして建てられてますので、ぜひね、医療関係の方に入っていただけたら一番ベストかなと思うテナントとなっております。駐車場自体もですね、このように非常に大きく取っておりますし、目の前の道もね、結構車通りあると思うんですけども、あそこの信号のところのね、交差点になってるんですけども、道も国道と面しておりますので、非常にアクセスは良好だと思います。人通りもね、見込める場所になりますので、冒頭で申し上げたね、医療系のテナントさん、ぜひね、ご検討いただけたら非常におすすめできる物件だと思います。情報のですね、詳細な部分というのは私どものページの方でしっかりアップしておりますので、またそちらの方の確認も合わせてお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の新しいビジネスを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。